アルデグンデスでブラガンサは、ポルトガルのハイオミゲル一世とその妻の、レイイコールベルトハイムイコールローゼンベルク子女、アーデルハイトの間の四女。後ミゲリスタ派の摂政を務めた。ブルボンパルマ家の講子である、バルディ博、エンリコの妻。亡命者の身の上だった、ミゲル一世の六人の娘の一人として、ドイツのベルトハイム近郊の村ブロンバッハで生まれた。 アルデグンデスは1876年10月15日、オーストリアのザルツブルクで、パルマコ・カルロ3世の次男である、バルディ伯爵エンリコと結婚した。エンリコは、最初の妻であった両シチリア王女、マリー・アルイーザを結婚後わずか3ヶ月で亡くしており、アルデグンデスとの結婚は再婚だった。アルデグンデスは9度妊娠したがすべて流産に終わり、バルディ妻は、 子供がいないことを深く悲しんでいたという。1920年、アルデグンデスの兄のミゲルがミゲリスタ派のポルトガルを追い、請求者の地位を退りいたため、その末息子ドゥアルテヌノが、わずか12歳で、ミゲリスタの王となった。この時アルデグンデスは、オイドゥアルテヌノの摂政に任じられ、1928年まで、後見役を務めた。 ミゲリスタ派摂政となった1920年、アルデグンデスは、ドゥアルテヌノにより、ギマラニス公爵夫人とされた。ギマラニス公爵位は、ブラガンサ家の課長が保持する称号の一つであった。1921年、アルデグンデスは、ブラガンサ家によるポルトガルの王政復古の実現に、向けたマニフェストを発表している。アルデグンデスは1905年に、 オットバルディ伯爵と死別して以後はスイスのベルンで暮らし1946年にベルン近郊の軍店で死んだ。ありがとうございます。